ジュース・ロビンソンはアメリカ合衆国のプロレスラー。イリノイ州ガードナー出身。新日本プロレス所属。本名はジョセフ・ライアンド・ドビンソンで、短縮名はジョー。過去に WWE の参加団体である FCW に所属したルディ・パーカーことアダム・アザートンは、いとこにあたる。2009年1月3日、イワミッドサウスにて、ジェイソン・デュークスとのシングルマッチで、 ジュース・ロビンソンのリングネームでプロレスラーデビュー。以降、イはミッド・サウスを活動の拠点として、AW やドリームウェーブといった地元である、イリノイ州のインディー団体に参戦。FCW、NXT2011 年、WWE とディベロップメント契約を交わし、参加団体である、FCW にて、CJ パーカーのリングネームで所属。6月16日、 ジェームス・ブロンソンとのシングルマッチでデビューし、入団場もないながらも、出場機会を多く与えられ、7月16日には、ドニー・マーローとタッグを組んでビッグ、イーラングストンカルバン・レインズが保持する FCW フロリダタッグチーム王座戦に挑戦するが敗戦。しかし5日後の7月21日に、再び挑戦するチャンスを与えられダッシュすることに、成功した。11月に、 王座陥落後は、マーローとタッグを解散し、シングルで活動。2012年2月、ジェイソン・ジョーダンとタッグを組み、シングルと並行して、再びタッグ戦線に乗り込み、7月13日に、FCW フロリダタッグチーム王座を、再び退官した。8月には、FCW が、新人発掘番組である NXT と統合し、新生 NXT に移行。 出場機会は相変わらず多いものの、FCW 時代とは違って、ジョバーとしての役目が多く活躍できない期間が長く続いた。2013年8月21日、カラフルなドレッドヘアーに奇妙な踊りを踊る、自由人というギミックへと大きくイメージチェンジして再登場し、バロン・カービンと対戦して勝利。試合後には、タイラー・ブリーズとマイクアピール合戦を繰り広げ、 構想を開始。ブリーズの卑怯な手段に敗れることもあったが、10月30日での決着戦にて、ザ・テイストから丸め込んで勝利した。ブリーズとの抗争後、上層部からの期待などもあって2014年1月より、ザミズやアントニオ・セザーロといった、WWE 所属のレスラーたちと対戦する、機会が与えられたもののうまくアピールすることができず、 ヒールターンをすることにより部長から脱出を図ろうと、スルも2月27日の WWE ネットワーク、開局記念の NXT 初の PPV、アラバルにて、モジョローリーに敗戦した。4月17日の NXT では挑戦者を、集ったところグレートカリが登場するサプライズに、動揺を隠せないまま対戦し、乾杯を喫した。 同月よりギミックを地球環境の問題について、訴えるナチュラリストへと変更。7月17日に、エグザビアー・ウッズと対戦して勝利するがこの試合を、きっかけに構想を展開。9月11日、テイクオーバー・フェータル・ヨンウェイでは、新ギミックで登場した、バロン・カービン。12月11日には、テイクオーバー・ R エボリューションにて、ケビン・オーエンスのデビュー戦。 2015年2月18日には、ソロモンクローの NXT での初登場のプロモーション。3月11日には、アレックス・ライリーの復帰戦などで相手を務めるアピールしていたが、同月31日、WWE に自主退願を求めて解雇となった。4月1日、ペンシルベニア州を拠点とするインディ団体である CZW の工業。 ベストオブザベスト14に CJP のリングネームで参戦することが発表された。同月11日、ベストオブザベスト14にて1回戦で、ジョー・ゲイシー、ジョー・イ・ジェネラとトリプルスレッドマッチを行い、ゲイシーをホールして勝利。続く、準決勝でマイク・ベイリーとシングルマッチを行うが敗戦した。5月2日、フルスであるドリームウェイブに凱戦。 ドリームウェイブ世界王座を保持するニック・ベル・ベーカーに挑戦したが敗戦し、アフターマッチを要求をするがドリームウェイブに所属するレスラーたちの襲撃にあった。8月24日、9月に行われる新日本プロレスのロード2ディストラクションにて、ジュース・ロビンソンの名義での参戦が発表された。9月4日、新日本デビューを飾り内藤哲也いぶしこうと組んで、 タイガーマスク柴田勝頼マカベガナギと対戦したが、味方であるはずの内藤がタッチを拒むなど試合のペースをうまくつかめず、最後はタイガーの飛びつき式回転十字架がためにより敗戦した。10月11日、同月12日に行われるキングオブプロレスリングでのタイトルマッチ公開調印式にて、新日本に入団することが発表された。 2016年2月25日、新宿フェイスにて開催された、ライオンズゲートプロジェクト1のセミファイナルに出場し、プロレスリング、ノア所属の中島勝彦と対戦。最後は、バーティカルスパイクを決められピンホール負けを喫したが、試合後に、中島から手を挙げられ賞賛を受けた。3月20日、ロードツインベージョンにアタックにて、棚橋博士マイケル・エルガンとのタックで、 ザエリートの保持するネバー無差別級6人、タック王座に挑戦、ジュースにとっては新日本遺跡後初となるタイトルマッチとなったが、最後はオメガからピンホールを奪われ敗戦した。5月19日、ライオンズゲートプロジェクトに似て、塩崎強と対戦。チョップ、逆水平チョップなどの打撃技で攻める塩崎に対して、ジュースもカウンターで、プランチャーを決めると、キャノンボール、 ジャック・ハマーとつなげ、プリンスズ・スローンを決めようとするも、剣山で返されてしまい、ラリアットを連発されると、ゴー・フラッシャーから、ゴー・ワン・ラリアットを決められ敗戦した。2017年1月4日、レッスル・キングダム11でコーディーとシングルマッチで対戦するが敗北。2月の北海北エールで後藤博志王旗を相手に、ネバー無差別級王座に挑戦するも敗れた。これが、 ジュースにとって新日本プロレス入団後初のシングルベルト挑戦であった。4月には内藤の所持する IWGP インターコンチネンタル王座に挑戦するも敗れる。6月11日の大阪城ホール大会にて田口ジャパンに初招集され、以後もメンバーとして試合に出場している。7月 G1 初出場を果たし、同大会8月5日大阪で、 バレットクラブのリーダーのオメガから大金星を上げて、台風の目的存在として存在感を示した。9月24日の神戸大会にて G1 で勝利を挙げたケニーオメガの持つ IWGPUS ヘビー級王座にメインイベントで挑戦。ジュースも膝を手術し感知していないオメガを相手に膝、攻め等で前線したが、最後はオメガのなだれ式変欲の天使で敗北を喫した。 2018年6月18日の後楽園ホール大会で J. ホワイトのパイプイス攻撃で左手を骨折。一個を感知するまではギプスを着用しながらの試合を余儀なくされた。ギプスを装着した左手での攻撃は武器使用とみなされ即反則負けになる特別ルールが適用される。七月七日のサンフランシスコ大会では J. ホワイトの IWGPUS ヘビー級王座に 挑戦し勝利。第3代王者となる。G1 クライマックス28では前述の骨折が、たたって、B ブロック予選を最低勝ち点の6点で敗退。10月1日のカリフォルニア大会では骨折も完治し、コーディと E ワップグ、US ヘビー級王座の初防衛戦を行うが、コーディの妻でありセコンドのブランディローデスの介入も、あり、最後はトップロープからのなだれ式。 ブレーンバスターで投げ切った直後に丸め込まれ、王座陥落した。2019年1月4日の東京ドーム大会で、コーディと再び、US 王座をかけて対戦。起き手破りのクロスローズからのパルプフリクションで勝利を収めた。その後チェーズ、オーエンズ、バッドラック晴れ相手に防衛を重ねるも、6月5日の両国大会にて、ジョン・モクスリーに破れ王座陥落。 2021年2月16日、インパクトレスリングに、デビット・フィンレイとのタッグで出場し、リノスカムと対戦、フィンレイのなだれ式、ブレインバスターから、ジュースのフロッグスプラッシュで勝利を収めた、試合後ザ・グッド・ブラザーズが入場ゲートに姿を現れ、絶戦を繰り広げた。顔が、女優の加藤・ローサに似ていることから、新日本プロレス内部では、ローサのニックネームで呼ばれている。 ジュースも実際に彼女の画像を見たら自分でもわお、と思ったよと語り将来的に加藤との対面を希望している。田口ジャパンのメンバーでありメンバーの中では総監督の田口隆介とジュースの三田口ジャパングッズが発売されている。トレードマークは長い髪の毛で自ら振り回したりするが時に矢野通などから攻撃の的とされている。ありがとうございます。